今回の動画は国道421号全線走破の旅第2弾三重滋賀県境編をお送りします。鈴鹿山脈を越える道は北から国道21号、岐阜県道、滋賀県道139号、上石津多賀線、国道306号、国道421号、国道477号、林道安楽峠線、国道1号があります。ただ2011年平成23年までは一番北の国道21号と南の国道1号以外冬季通行止めでした。まあ林道は封鎖されていたか鍋をは確認したことがありませんが、そこにちょうど中間の場所石暮峠にトンネルができ冬季通行可能となったのが今回走る国道421号の区間です。トンネルや峠について話しながらまったり走行していきます。ではいなべ市に入ったところから国道421号全線走破の旅県境編スタートです。この交差点で左から三重県道611号大泉多度線が合流し、しばし重複区間となります。ここで県道611号は右折してお別れです。この交差点で国道421号は右折します。直進方向には東海環状自動車道大安インターチェンジへ向けてバイパスが作られています。このバイパスができたら国道421号は国道365号との重複区間ができるのでしょうか。この交差点を左折すると三重県道9号四日市いなべ線です。動画ありますがこの終点にはたどり着いていません。どこかで撮り直さなければ。この交差点で三重県道5号北西多度線が右から合流し、しばし重複区間となります。動画あるので見てくださいね。この交差点を国道421号は左折します。重複していた三重県道5号は直進してお別れです。稲部川を渡ります。渡り切ったところの交差点で国道365号と交差します。そして東海環状自動車道の未開通部分をくぐります。国道365号と東海環状自動車道こと国道475号の道があります。まだの人はご覧ください。
三義鉄道三義線をまたぎます。この交差点で三重県道140号四日市小物大安線と交差します。国道306号と交差します。国道306号の動画は 4K 以前からたくさんあります。同じ題材をいろんな切り口で動画作っていますので、時間があるとき全部見ちゃってください。
当番車線のある区間に入ってきました。石暮峠は狭隘な急な坂であったため、2トン車以上の車は通行止めとなっていました。無理して通らないようにコンクリートブロックで車幅制限がされていました。今も残っていたら多くの普通車もドアミラーを開けたままなら通れないと思います。鍋尾もこのコンクリートゲートは通った経験があります。峠から三重県側はトンネル開通前に崩落事故によって長期通行止めになり、トンネル開通後は指導に移管し改修されていますが、現在は維持管理しない廃道になっています。滋賀県側は現在もコンクリートゲートまでの区間が通れます。シーズンには登山者の車で通行がかなり危険な状態になっています。コンクリートゲートはその前にチェーンが張られ通ることはできません。さらにこのトンネル、三重県側高校と滋賀県側高校の高低差が144メートルあり、三重から進むと 3% の勾配の上り坂になっています。そのため以前の旧道と違い、三重側の紅葉は今一つ綺麗ではありません。その分滋賀県側へ出た時は感動する風景に出会います。また冬場は逆に三重県側で快適に走っていたところ、トンネル出たら雪が積もっているってこともあります。見えるだろうか、明かりの上に県境の表示があるのが、ここで滋賀県東近江市に入ります。晴天の日の撮影でしたが、トンネル内は雨の日のような感じになっているのにお気づきでしょうか。先ほど話したようにこのトンネル、入り口の高低差が大きいため、特に夏場の降雨時にトンネル内に霧が発生し視界が悪くなることがたびたびあります。鍋尾も経験しました。一応大型ジェットファンでトンネル内の空気の循環を行うようにしていますが、霧は晴れず視界不要の状態になります。中央にポールが立っているので追い越しによる衝突事故は考えられないのですが、途中トンネルはカーブしていますので、霧が発生しやすい条件下では速度を落として安全運転に心がけましょう。トンネルを出るとすぐ右手に旧道の入り口があります。では今も登山客のために通行できる滋賀県速旧道を石暮峠まで5倍速動画でご紹介しましょう。2年前の秋、紅葉の時期に走った動画です。ちょっとした企画動画を考えていたのですが、時期を逸してお蔵入りとなった動画ですので情報は少し古いです。国道と言われた区間です。何もコンクリートゲートだけが国道と呼ばれた理由ではなく、このようにくねくねとした中央線のない道が続きます。これでは大型車が通ったら離合困難なところが何箇所もありそうですね。さらに紅葉の季節など観光利用者も通るとなったら大変です。鍋尾が最初に通った時は、滋賀から三重へ帰る時にここからも三重に帰れるんだって思って走って失敗したなって思いました。このようなチャンネルを立ち上げなかったらきっと再放することはなかったと思います。でもこの先路中の車が多く、今も時間帯によっては離合困難になる場面がありそうに思います。
では原道へ戻り道の駅を目指します。国道421号は石暮トンネルができて冬季通行止めのない三重と滋賀を結ぶ重要路線となりました。ただ次回紹介する区間にまだ国道と呼べる狭隘区間が存在します。現在改良工事が行われていますが、そのことは次回動画で紹介します。実はトンネルが完成するまでは三重県側は累計雨量80ミリ以上で通行止めだったのですが、道の改良が終わり現在は200ミリメートルになっています。しかし滋賀県側は道路改良が完了していないため、現在も累計雨量90ミリ以上で通行止めとなります。三重から走っている者にとってはあれだけ立派な道路なのになぜ通行止めなのって思う人が多いそうです。雪の時はそれなりに三重県側も積もっていることが多いので覚悟できますが、雨は信じられないって感じなのでしょうね。今回の動画はこの先道の駅奥永源寺渓流の里までです。石暮トンネルができて三重県北西地区と滋賀県湖東地区が関ヶ原鈴鹿峠へ迂回することなく安全に短時間で結ばれました。今通ってきている奥永源寺地区にはグランピング施設も多く作られています。これらを利用する人も今までと違い新名神経由で訪れている方も多くなったと思われます。特に大阪方面だけでなく名古屋東海地区からの利用者も増えたのではないでしょうか。ちょうど中間にこのようなトンネルを作ったことはさすがだと思います。また大災害が起きた時に直接滋賀から三重四日市桑名地域に物資輸送ができるルートが確保できたことも大きいと感じました。次回は道の駅から終点まで走ります。最後の国道区間その改良工事風景を見ながらの動画となります。次回動画でもお目にかかりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。鍋奥省の三重の舗装道でした。まったね。